どうも、りょうへいです。そしてどうも、ケティです。お願いします。明けまして。今年もよろしくお願いします。全く会ってなかったからね。そうですね。そう、ミンミン以来ですね、はい、え、嘘だ、年末にショーヘイズ来てくれたでしょ。あ、はい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 、りょうへいさんよく熱で来ないからさ。あ、バカにした。りょうへいさん熱でいつも来ないからさって。そうそうそう、最後いじられた記憶はある。まあでも、ちょっとそれぶりだったもん。そうですね、はい、今年もよろしくお願いします。半分過ぎてるまあ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 ですね、はい。で、まあ、あの僕が出てるということは、はい、まあ、グローブ紹介なんですけれども、まあ、ケント君いつもね来てくれる時にあの、ルハさんグローブ持ってきましたよって言ってくれるんですけど、どうしてもやっぱ時間の関係で取れなかったんですよね。で、今日、本当はショーヘイズあったんですけど、ちょっとグラノフローで中止になっちゃって、で、あの今ワイズさんでいろいろやってるんですけども、はい、そのちょっと隙間をね、見てついにこの念願の、そう、やっとお待ちに、はい、った僕も待ってました、はい。まあ、あのケンティもね、あのすごいグローブ、ね、そうですね、大好きですね、うん。気づいたら会うために増えてる。いや、なんでなんですかね。なんかそういう現象あれば皆さん教えてもらいたいですね。そうね、なんとか現象って言うんだよっていうのね。僕もちょっと、はい、一時期その節があるんで。ちょっと良平さんの影響もあるんで、おっと、あとで言えればなと思います。ちょっと期間も空いちゃって、はい、僕も知らないグローブ、はい、なんかやっぱり増えてたので、まずそのグローブ1個目、はい、1個目はこちらです。はい、もう見れば分かるとは思うんですけど、このラベルでシルバーラーメンじゃないですか。シルバーラーメンです。プラチナラーメンって言ったらいいのかな。そう、ね、ここね、ここプラチナラーメンで合ってるよね。合ってます、合ってます。こんな感じの、そうですよね。野球やってれば誰もが知ってるイチローモデルですね。そうですね、はい、イチローさんの、はい、こう、ま、意外とでかいな。既存サイズから10ミリアップしてるんで、うん、大きくしてます。あ、やっぱり、はい、元がイチロー選手のことって 15? ビズノの表記そんぐらいやってます。18が15、あれ、そこはちょっと後で良平さんが、あ、はい、調べます。すごい長いなっていう感じがするのと、はい、やっぱりポケット深いですね。浅いのも、まあ、後々分かると思うんですけど、うん、自分足遅いんで取った感触も分かんないし、浅いのもないんで、あとキャッチャーもやってるんで、はい、まあ、深く取りたいっていう意識があるんで、その意識も込めて、まあ、できてるグローブですね、はいはいはい。で、多分ね、すごい見づらいと思うんだよ、黒だから。歯が、あ、そうです、まあ、これ僕のこだわりの一つです。毎回歯がで、はい、なっちゃいますよ、もう社会人2年目だよな。そうですよね。で、本体カラーが黒と、そうですね、グレーですね。あの、イチロー選手が A51 で出したカラーリングが、うん、それを見てて、やっぱイチロー選手とあと黒だなっていうのがあったん で、 そ, うです、ね、それを混ぜました。玉はみの白、はい、そうです。と、フェリガーは黒か、はい、レースとステッチが赤、レッド、はい、そうですね。一応自分が入っているチームが赤がメインカラーなんで、うん、そこも込めて、まあ、チームカラーで使えるようにっていうことで入れました。なるほど。で、順巻きだよね。はい、そうです。で、弓形、もう最高です。で、これ小指仕様にしてるんで、うん、この小指のとこが普段外野手で振り回るんで、それができないないんですよね、小指仕様にできるんで。ここなので、まあ、外野手を考えてる方とかだったら、オーダーするときに小指で作れるんで、うんうん、あの、紐はなくなっちゃうんですけど、もうちゃんと小指で最初から設計されるんで、オーダーするときぜひおすすめだと思います。はいはいはい、なるほど。え、これ気づかなかったな、俺。あれ、あ、ほら、外野には全く分かんないんだよ、まあ、勉強、まあ、僕もちょっとあんまり外野ないですけど、ちょっとかっこよくて欲しくなっちゃったんで買っちゃいました。小指側に刺繍が、それはチーム名で、うんうん、自分の入ってるチームを入れました。まあ、これで、あと親指側に水のプロ、そうです。ちょっとオーダーって入れるのがちょっと嫌だなと思って、あ、ちょっとなんか、何そのグローブみたいな特別グローブ感を出すために、あえてそれもオーダーでできるんで、皆さんぜひやってみてください。オッケーです、ありがとうございます。じゃあね、次のグローブ、はい、じゃあ行きますよ。はい、ファーストビット、はい、ローリングス、うわ、渋い。どうですか、はめます。はめていいですか。どうぞ、失礼します。これは小指で使ってる、小指で使ってます。小指で、これまだ全然馴染んでないですよ。でけえ、これも。これはそうですね、メジャーリーガーの憧れるのはやめましょうでおなじみのゴールドシミット選手です。おー、カジナンスの、はい、です。ヌートバーと一緒の、これはヌートバーさんの、サイズでかい。13.1 インチって書いてあるんですよ、表面の、ここに書いてあるんですよ、13インチなんで、もう普通のドローイングですよ、確か自分の記憶だと11ぐらいなんですよ、さらに大きいんで。え、外野手用かと思った。いや、もう自分も最初オーダーした時に、まあ、サイズどうでもいい、まあどうでもいいとは思わなかったんですけど、まあ、ゴールドシュミット選手結構好きなんで、はい、そのモデル作りたいなと思って作ったら、届いた時、あ、こんな大きいんだと思って。やばい、でかい、びっくり
くりします。これカラーはネイビーでいいの？ナイビー系みたいな感じで、とりあえず渋く作ろうと思って、なんか黒じゃなくてなんかそういう色ないかなと思ったら、そう、色はちょっと忘れちゃったんですけど、オーダーすぎて多分そうだよ多分ネイビー系だよね。そうですね。で茶色紐で、はい、渋く、この年でこんな渋を使うよと。すごいな。でダブルクロスされたな。そうですね。でオーバーラードと、そうですね、はい、ラベルとここに刺繍、全部ローリングですよね。そうです。でここに普通のマレアールの、はい、刺繍が入っています。あとここに MLB ロゴも入っています。おお、本当だ。でこれもオーダーするときに、メジャーリーグ選手モデルなんですけど、うん、ラベルごとに色変えるとここの色も変わるんで、ぜひオーダーするときとかになんかこういうのつけると、例えばこの色が変わるんですよ、違う色になるんで、オーダーする際は皆さんもぜひ参考の一つになってればいいなというふうに思います。ここでここ確か変わるんで、間違ってたら良平さんが後で言うんで、はい、あのテロップでここで間違ってないと思うけど、はい、なるほど。あ、でここに刻印も入るんだ、オーダーっていう。あ、そうです。ちょっと見えづらいかな。でここにね、まあ、そうですよ、オーダーの刻印が入ってて、まあ当たり前だよね、 HOH の刻印も入ってます。カーがすごくいいんですよ、貼ってるね、すごいんですよ。だから公式でも使えるんじゃないかなっていう。あ、軟式？軟式用です。公式用かと思った。今のも軟式です。ガチャ？本当です。なんかいい革に結構巡り合えてます。やっぱそれがオーダーの良さなんかなっていう、うん、やっぱ市販だとやっぱいいのもあるですけど、やっぱ自分好みの店舗巡ればあると思うよ。そうそう、ってただ巡んなきゃいけないっていうのがグローブだし、そうそう、でオーダーってやるとやっぱり、まあ多分メーカーさん側もさすがにいいカー使ってくれてるんじゃないかなっていう感じ ね。確かにオーダーグローブだと外れ少ない気がする。そうです、ね、革としての外れは、まあ、市販もすごくいいんですけど、うん、なんか自分はオーダーに結構いい巡りがあるんで、うん、なんかそれがやっぱ市販買わない理由の一つなのかなっていう。これ納期どれくらいしました？これは2ヶ月ぐらい。ロングスそんな早いの？あの外野賞も2ヶ月できました、ね、ミップ剥がれ？剥がれ2ヶ月です。やば。え、工場の時期がなんか良かったのか、その運が良かったのかなっていう。それから職人さんすごい働いてるな。いや、多分相当寝ずにやってたんかなっていう僕のために。いや逆に俺スラッガーのキャッチャーミットオーダーした時は4ヶ月5ヶ月かかったし、あ、ストレッチャーも5ヶ月かかったし、やっぱやるする時期なんですかね、うん、時期かな。で今はぼちぼち増えるかな。そうですね、新チーム始まってきて、そうですよね、ぼちぼち増えてくるかなとは思うので、まあ本当に時期によってでオーダーすると2ヶ月で来てですね、するのかなと。3つ目は僕ずっと前から知ってはいたんですよ、このグローミットが、このミットの存在を。う、ね、もう僕も好きな方のミットなので。叫びじゃないですか？叫びではない。叫びではないです。叫びではないけど、あるプロ野球選手モデルの型で作ってましたね、はいはい、まあ今叫びで言うと SS になるのかな。そうですね。まあ、でもこれも作った理由には原因があるんですよね。あ、まあ、良平さんが持ってたあの畠山のモデル見て、浅いの欲しいなと。ああ、いいなと思って。さっき自分深いの好きとか言ったんですけど、ちょっと練習用でいいかな。まあ練習とはなんないですけど試しに買ってみようということで。あの海選手モデルのことですよね。あ、そうです、そうです、はいはいはい、あれそれのモデルですもんね、要は。元はそうです、元になるんで、でちょっと見て、はい、浅い方がいいんかなと思って、うん、ちょっとある意味お試しで買ってみました。住谷選手もです。そうです。そう、住谷選手はもともと城島選手のね、はい、城島さんか、城島さんのミットを参考に畠山でミットを作りました。 で、その参考に甲斐選手、はい、で全部引き継がれてってるんですよね。その次が僕かなと。今からプロ目指す。いや、ちょっともういいかなと思います。まあそういった理由で、まあ、浅いミットを使ってて、はい、これで、まあ、カラーリング、黒だよね。黒です。補給弁も黒、はい、米ハメね、はい、でダークブラウンだね、かな、普通のブラウン。ちょっと忘れましたね、これも。まあ、一応一昨年なんだよね、はい、あ、去年か、去年の10月に頼んだんで、そこから1月なんで、はいはいはい。で、あとイエロー、はい、ライムイエローじゃなくて普通のイエロー、普通のイエローにしました。これね、ステッチを見てほしい。わかるかな、まあ、ちょっと使っちゃってるから。そうですね、これもう黒、なんて言うんですかね、ここ見ればわかるか。レンボー、あー、すごいわかる、レンボーステッチ。そう、ミズノでレギルンっていう、これプラス550円できます。え、550円だけ？そうです。なんか普通高そうなイメージするじゃないですか、うんうん、でもこう見えて550円出てきちゃうんですよ。まあ染める段階でもガーッて染めてるからなのかも。型としては
はい、まあ、あの僕はもちろん分かりますよ、この浅さを、はい、まあ、スリータイル選手モデル、今でいう SS モデルみたいなのかな、はめちゃくちゃ浅いんですよ、ね、そうですね、でこれは SS じゃないからちょっと分厚めですね、そうですね、これのちょっと浅くなったのが SS、 叫びの SS、はい、プラスより浅いのが、まあ、海選手モデルになるのかなっていったような感じです、はい、でやっぱり浅いミットの特徴だと思うんですよ、ここにポケット作るの、でもここが最初そうだったんです、最初から、いやでも自分は最初そこで撮ってるつもりだったんですけど、うん、やっぱいろんなプロ野球選手、あの住谷さんの選手の動画を見て、うん、もっと下にしようとしてるんですよ、あーここに撮りたいのね、そうです、ど中心で、そうです、相当難しいんだよね、いやそれがもうできたらもうプロ野球選手になるんですよ、そうそうそう浅いミッドの難しいところってここだよね、はい、そこ難しいです、もうだからさっきの自分の後輩の球撮っても、うん、こっち側はやっぱ逃げちゃいますね、ちょっとシュートなんかしたらおいって思うよ、本当ですまあだからより中心より、まあ、正直浅いミットの場合だったら深いミットはあのこっちのボール、あの横で取るつも中心で取れるんですけど、うん、若干やっぱりこの辺にもポケットあった方がいいです、あ、そうなんですね、いやでも十分あるじゃん、本当ですか、土平さんが言うなら問題ないです、何を言ってるのでまあ住谷選手方浅いミットなのでここにプレート入り、はい、で強く負けないように、そうですね、っていったような感じですね、これもハガだ、はい、ハガジャパンと入っています、はい、まあでも横か縦ではないよね、自分は横で使います ね、 で、 すよね、で丸みを見たやっぱり、はい、まあ、浅いミットだからより丸みが分かりやすい、そうですね、もともと自分深いの使ってたんで、うん、なんかちょっと違和感はあるんですけど、でも慣れてきたらやっぱ使いやすいなって、やっぱ球出しもやっぱ握り替えもやっぱしやすいですし、うん、まあ補給技術が高い人は、いや僕ないや高いよ、高い人は浅いミットの方が僕は正直おすすめかなって思う、でもちょっとでももうちょっと深い方がいいのかなと思ったんで、うん、今これ5ミリアップで出るんですけど、はいはい、次10ミリアップとかでやるのもありなんかなと思って、まあ、ちょっと構想では浅くて大きいって言ったらいいのかな、そうですね、安心感を少しでも出すんだったら、ね、大きさ取ってもいいかもしれない、そうですね、それはちょっと今高校作業中なんで、うんうん、また紹介できる機会があれば、始まったよまあ今内緒にもう一個あるんで、わ後でまた紹介する機会があります、まあ本当は良平さんの影響があるんで、いやいや俺のせいじゃねえよ、いやいやあるんで今はちょっと貸してるんで、いやいや無事に帰ってきたら紹介させてもらえたら、はい、はい、ということで本日はあの自分では準メンバーとかなんだけど、はい、あのショーフェンズメンバーのあれ、はい、あのケンティにねグループ紹介の方させていただきました、本当はまだまだあるんですよ、いやまあ本当はある、でもちょっとまだまだちょっとほら出せなかったりとかあるので、理由があるんで、まあそれが出せるようになったら、はい、ぜひまたそのグローブも含めて、紹介してもらえればなというふうに思いますので、はい、あの、ま、場所ね、普段はそういう場所 で、 で、ね、その分、はい、いっぱい溜まっていけば、ね、あぶん溜まっていけば、はい、というのがあるので、またちょっとぜひ翔平さん来た時にはグローブ紹介させてもらえればと思います、もちろんです、はい、で皆さんこうやってね、こだわりの本当にこだわりの大手メーカーでこういうこだわりのね、はい、オーダーをするっていうのも、まあ、結構皆さん参考になるというふうに思いますので、皆さんもオーダーの参考にしてみてください、お願いします、はい、ということで本日の動画は以上となります、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします、それではあらっしゃー、 あらっしゃー。Yeah.